岩本初恵の半年後最高の自分になる。はい、皆さん、経営学の始まりです。今日はですね、ちょっとまた不思議な話をしたいと思いますけど、心とですね、体って実はつながっているということを皆さんご存知じゃないんですね。このですね、心と体と肌っていうのは一心同体なんです。だから幸せな時って肌がやっぱ潤ってるし、テカってるし、なんか透明感があるって言ったらおかしいけど、くすんでないって言ったらおかしいけど、で、心に肌っていうのはものすごく影響を与えてるんですね。だから皆様も肌が美しい人見て、こう、肌が美しくって心がこう穏やかで、こう幸せそうな人で病気した人って見たことないと思うんですよね。だからこの心を美しくして体を鍛えて肌が綺麗になるという、この大体流れなんです。これをちょっと今日不思議なお話と思いますけど、話していこうかなと思います。だから皆さんも、肌、まず後ろからいきます。肌を美しくしたいと思ったら、上から保湿したり、手入れをしたり、肌にいいものを食べたりっていうのも大事です。これはもうまた次回の時にでも話したいと思いますけど、この肌を美しくしようと思ったら、体をですね、健康に持っていくことが大事なんです。炎症しない、その肌がこうトラブってない状態の時っていうのは体もトラブってないんです。だから大体、顔色を見たら何の病気か分かるってお医者さんがよく言われてるでしょ。それは肌の色を見たり、肌の状態を見たりしたり、ベロの状態を見たりして、こう肌の体の中が分かると言われてるぐらいもう、影響してくるんです。だから、肌をきれいにしようと思ったら体を健康にすることです。体を健康にすると心が整っていることなんです。だから心をきれいにすれば体も肌も整う話を今からやりたいと思います。まず、私たちはストレスが一番キンクって言われてますけど、このストレスっていうのは自分が感じるか感じないか、悪い方に思うか思わないかっていうので、ストレスは違うと言われてますけど、ところがどっこいですね。このストレスっていうのは、動いたらストレスは取れるんです。これを誰も知らないんです。だからちょっとこの頃疲れるなとか、この頃なんかもう朝がきついなとか、寝不足だなとか、なんか嫌なことがあるなとか、嫌な人に出会うなとか、なんかもう体調が思わしくないなとか、もうこれからいろいろ悩みが出るなとかいう時って全部ストレスなんですよね。自分の嫌なことに対してがストレスですから。でも、それは動いてない時が多いんです。これをですね、私は父から習って、ストレスっていうのは自分が抱えているストレスっていうだけで、本当に嫌なことっていうのは動いたら全部消える。確かにですね、ソフトでも無我夢中になっている時って朝練があって、6時から練習があって、夜遅くまでなって、ストレスがあるはずなのに、きついはずなのに、体はきつくないんですよね。で、その時のことを永遠と教えられて、あ、なるほどなぁと思って、このストレスっていうのは、私よくいろんな経営者に会うと、ストレスに強いですよねって、常に前向きですよねって、どうやったらそうやって乗り越えているんですかって言われますけど、たった一つ動くことです。だから私は朝からですね、もう自分の中のルーティンがあって、もう、何回も話してると思いますけど、朝歩いて、で、冷水をかぶって、そのお仏壇とかお茶とかちゃんとやって、それで自分の中のルーティンをした時には一日元気でいられるっていう、そのルーティンを作っていってるんで、自分の中で朝ですね、時間を取られたらストレスだと思います、多分。もう自分で暗示をかけてるぐらい。だからもう朝、今コロナで助かるんですよね。コロナがない時にはですね、もう出張三昧の時には、朝5時起きとか、6時出発当たり前で、そのもう出張とかなると、もう朝早く一番の飛行機に乗って、夜遅くに帰ってくるとか、もうそうすると歩く時間がない、それから自分を整える時間がない、で、自分の中で動く時間がないっていうのが、私の中に、あ、これかってストレスっていうのはっていうぐらい悪い方向でストレスを感じることがあるんで、もうこれは自信持って言えます。ストレスに弱い自分があると思ったら動いてください。これどうやって動くかって言ったら、
筋トレをするとかきつい運動をするとかじゃないんです。歩くなんです。歩くだけでストレスに強くなるんです。で、止まったらストレスになるんです。これが分かると、もう今からはストレスを感じなくなっていきますので、ぜひおすすめですので、これはちょっとやってみてください。それと人生っていうのはですね、動いたらストレスはなくなるって私言いましたけど、全部ですね、262の法則があるんです。これは小林正観さんも言われてたと思います。斎藤ひとりさんも言われてたと思います。昔の人で言うなら松下幸之助さんも言われてましたね。誰が高いな、相当な名前を残した人たちほとんど言われてました。262の法則っていうのは、これはですね、もう考えたらわかるんですけど、ニコニコしてたらろくなことは来ないよという法則なんですけど、ニコニコしている人に不運になることはないよという意味で昔から言われている言葉なんですけど、実は企業の中もですね、262で成り立っていってるんですね。2割仕事できる人がいて、6割どうでもいい人がいて、6割どうでもいい人がいて、2割はもう会社にとってその役に立たないっていうか、もうただ給料泥棒って言われる人が2割いて会社は成り立ってるんです。でも潰れる会社はこの2割の人にばっかり気になって、この人にガーガー言っていて、そこに時間を費やしている企業ほど潰れていくんです。だからもうこういう人たちは私たちがどうこう思わなくっても会社にとって居づらくなっていくのを待てばいいんです。だからここの262の法則があるところが大体企業なんです。だから自分がどこに当てはまるかも自分で考えてください。もうできるだけここにいた方が所得が高い、収入が高いのはもう当たり前です。で、どうでもいいやっていう人は指示魔症候群だったり、時間から時間しか考えてなかったり、それから自分の与えられた仕事にまあ楽しんだり楽しくなかったり、辛かったり辛くなかったり、もう普通に暮らしてある人たち。で、この2っていうのはもう分からなければいいやって言って、その仕事しているふり、それからもう時間から時間いて、ほいてもうどうでもいい、会社の運営とかを気にしてない、自分の生活を考えるに一生懸命っていう人が2位です。でも、神様はよく見てるんですよ。やっぱり収入も順番になっていくんですね。だからこれは会社が決めるとかじゃないんですよ。この262の法則で給料が決まっていくんです。だから自分がある程度頑張って会社の立場に立って、お客様に喜んでもらってというレベルが高くなればなるほど、この2になればなるほど収入は高くなるんです。だからこの262っていう法則を常に父から習った時に、どこに入るかで頑張って生きていきなさいっていうのをずっと言われてました。実はですね、イチロー選手がホームランをこの現役の時に打った本数は262本なんですよ。だからもうほとんど名前を残した人っていうのは262のなんか法則に載ってますよ。だから皆さんもこの262の法則をちょっと頭に置いて、だから人生もニコ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 してたらろくなことは逃げていくっていうのをちょっと頭に置きながら、会社でどのところに行くの方が収入高いかってここっていうのを忘れなければいいと思います。そうやってなんか辛いことがあったら歩いていけばストレスにならないっていうのはちょっと変わった話でした。またねー。